帯広百年記念館は北海道帯広市にある総合博物館。この項目では文館の埋蔵文化財センターについても記載する。博物館と創造活動センターの機能を持った複合施設である。常設展示では、十勝の歴史、産業、自然を紹介し、博物館講座、郷土学習見学会、自然観察会などのプログラムを開催している。また、 館内にアイヌ民族文化情報センター、理由化があり、アイヌ民族の文化や歴史を学習することができる。創造活動センターでは、陶芸や執尾などのものづくり講座を開催し、各種団体の学習や発表の場として歌詞室を行っている。帯広市図書館、帯広市児童会館、帯広動物園と各施設の特色を活かしながら連携したイベントも開催する。 与田勤トム3基キール番生個が帯広に入職した1883年から100年目となる1982年に緑ヶ丘公園に開館。自治省事業の田園都市中核施設全国第一号となる施設。2005年には文館埋蔵文化財センターが市内西23条南4丁目26の8にオープン。 帯広市内の遺跡発掘調査で出土した土器や石器などを保管し公開する。2006年に愛の民族文化情報センターが館内にオープンした。帯広市、愛イ施策推進計画に基づく。常設展示室特別展示室そのと帯広市役所の独身寮として住宅街の一角に建設されたが、市内に単身者向けアパートが増えたことから帯広100年記念館の 文化財を収蔵するための文館へと整備した。発掘調査で出土した資料の展示。帯広市内の遺跡から出土した河原家、石器などの収蔵と公開。発掘調査で出土した河原家、石器などの整理作業、遺跡、考古学に関する出前講座を行っている。展示。ありがとうございます。